博士の力になれればな。ハリーに電話してお父さんに話してもらおう。ダメだ、ノーマンは耳を貸さない。リサーチステーション潰そうとしたくらいだし。待った、ステーションってこの近くだよね。ハリーの代わりにチェックするか。絶対僕が博士を助けてみせる。車を止めないと。よそ見運転かと思ったよ。また増えた。あいつら意外と団結力あるかも。おっと、大丈夫？腕いいな、マンハッタンのラッシュであの運転。私は奴がスーパーパワーと恐るべきスピードと、そしてあの醜いサイボーグの尻尾を手に入れた実験に出資した。なぜかって、街の脅威スパイダーマンを倒す正義の味方を生み出すためだ。奴がイカれてるなんて知らなかった。履歴書に毒殺フェチのサイコパスなんて書いてなかったからな。奴の魂胆は見え見えだ。裁判で自分の罪の責任を私に押し付けて、ラフトとのケーキを。ボスからプレゼントだ。大丈夫ですか？私はカルメンよ。夫のロドリゴが最近様子が変だと思ったら、ある女性と会ってるみたいで。ちょっと待った。夫婦の問題を相談したいなら僕じゃない方がいいかも。違うのよ、彼女悪い人間とつるんでるようなの。夫も巻き込まれたかもしれない。怖がってるけど何も話してくれなくて。調べてみる。次に彼女に会うのはいつ？今夜、グリニッジのデトックスセンターよ。了解、心配しないで様子を確かめてくるよ。センターは遠くないな。ロドリゴの写真を送ってくれたみたいだ。よし、探してみよう。
ナイスショット。あれがロドリゴか。すごく不安そう。彼女を恋人には見えないな。写真を撮ってカルメンに確かめてみよう。隠し事はなし。分かってるよ。あの写真が角度最悪、正面から撮ろう。図面を渡せば済むの。あれがロドリゴか。すごく不安そう。彼女を恋人には見えないな。写真を撮ってカルメンに確かめてみよう。隠し事はなしよ。分かってるよ。あの写真が君だから俺は終わりだ。なるほどね。取れた。完璧。このことを外に漏らしたら写真をばらまくから、ね、図面か。思ったよりヤバそうだな。あの女を追いかけて真相を突き止めなきゃ。カルメン、写真をアップロードした。その人に見覚えは？いえ、見たことないわ。何を話してたの？彼女に脅されてるみたい。何かの図面について話してた。夫はアトランティックシティのカジノで警備をしているの。強盗の計画かもしれない。でもまずはもっと証拠を集めないと。私も手伝うわ。分かった。図面をどこに持ってくか調べる。また後で。別の犠牲者、共犯かも。写真を撮ろう。いいアングルで撮れる高台がないな。あそこは高圧線の真下か。ずいぶん遅かった。図面は？あいつ写真を見せたらすぐしたかったわ。ロドリゴはいいかもしれない。アングル最悪。図面を見せろ。綺麗に撮れてる。俺はそろそろ行く。ボスが待ってるから。これまでにない大当たりになりそうだぜ。楽しみ。何人関わってるんだろう。あの男をつけてみよう。どこで降りるんだ。地下鉄のナビシステムを使えば電車の経路を追えるはず。カルメン、女が高圧線の下で男と会ってた。ロドリゴの知り合いかも。写真を送るよ。これでショーンよ。ロドリゴの大学時代の親友。強盗の罪で刑務所に入れられてたわ。カジノの図面と元強盗か。まずい組み合わせ。他の仲間も調べてみるよ。カジノを襲う気ならドライバーと金庫破りが一人ずついるはず。犯罪映画によくあるでしょ。それっぽい。何か分かったら連絡する。
終点か。駅の出口に先回りして出てくるのを待とう。オフィスビルに向かってるな。動き出した。必要な証拠は揃った。それじゃああの車を止めに行くか。計画ぶち壊すの大好き。やあカルメン、旦那さんのお友達一行のアトランティックシティツアーはキャンセルしといたよ。ありがとう。夫とも話したわ。強盗に向かうデショーンを車に乗せてて、それをネタに脅されてたの。でも彼はデショーンの本性なんて何も知らなかったわ。警察の知り合いに言っておく。助けてくれるはず。旦那さんが脅しの内容を証言してくれたらね。しなかったらデショーンより私の方が怖いと思い知ることになる。どうもありがとう。真実を出版し、今は真実を語っている。辛い時もある。だが真実を届けるのは私の責任だ。この町に平和はない。それが真実だ。平和を奪われ大惨事が起こるのも時間の問題だろう。海岸線で腹をすかせるサメのように脅威が我々の足元で待ち構えている。スパイダーマンに騙されるが安全な者などいない。誰一人としてな。MJ が学校新聞で学生の抗議について書いた記事。昔から腕利きジャーナリストだったよね。